ゲイリー・シェローンはアメリカのミュージシャン、作詞家、作曲家、ロックバンド、エクストリームのボーカリストとして知られている。また、1997年から1999年までバンヘイレンのボーカリストとして活動していた。フルゲームはゲイリー・フランシスキン・シェローン。マサチューセッツ州のモールデンで5人兄弟の3、なんとして生まれた。中学校でポール・ギアリーと 知り合い、ドリームというバンドを結成する。その後地元のクラブでプレイしたヌーの別点コートを見かけた二人が彼を引き抜き、バンドをエクストリームに改名。さらにはヌーのの紹介で、彼自身が通い詰めていた楽器店の店員であったパッド・バッチャーが加入。本格的に活動を開始した。1996年、前年に発表したアルバムの売り上げ不振にやヌーノのの、 ソロ活動への転身などもあって、エクストリームが活動停止に追い込まれる。一方、バンドのファンでもあった兄弟からの誘いもあって、バンヘイレンに加入。しかしながら、前任者のデイビッド・リーロスやサミー・ヘイガーのような成功を収めることはできず、ツアー終了後のアルバム制作中に脱退。前述の失敗の責任を負わされて解雇されたと言われているが、ゲイリー自身は、 バンドとレコード会社の意見の食い違いで、レコーディングが進まなかったことへ苛立ったためと話しており、バンヘイレンに在籍した頃には特に負の感情は抱いていない。今でも、バンヘイレンのメンバーとは時々連絡を取り合うほど、関係が続いているという。その後、ボストンにて、エクストリーム時代の同僚であるマイク・マンジーニを迎えた新バンド、トライブ・オブ・ユダでの活動を経て、 エクストリームの再結成に参加した。2002年のサミー・ヘイガーとデイビッド・リー・ロスによるサムデイブツアーのボストン公演にパッド・バッチャーラと共にゲスト参加。これによりバンヘレンの歴代リードボーカル3人の揃い踏みが実現した。自身のボーカルスタイルへの影響として主にロジャー・ダルトリー、スティーブン・タイラー、フレディ・マーキュリーなどを挙げている。ありがとうございます。